札幌ドームのピッチに両チームの選手がありまして、セレッソ大阪戦、さあここにドーグラス・ビエイラ、ドーグラス・ビエイラがペナルティーエリアの中に入ってくる、間を抜けてくる、倒れない、シュートは菅野、よく出た、いい間合いでしたけどね、はい、この2人の間、強さありましたし、でもいい間合いで詰めてきましたよね。柴崎の右足、キーパーに近づいてくるボール、中央にこぼれて後ろからビエイラ、こぼれれば決めた、佐々木、広島先生、コーナーキック取ってから、はい、この後ですよね、セカンドのところのこのクリアがちょっとしきれずに、でしっかりとドグラス・ビエイラが抑え引かせて、ここで体を畳んで枠に、はい、で弾いたボールですよね、しっかり詰めてましたしね。もう一度左から金子が入れて、ファーサイド、田中俊太、細かいパス回しからいいですよ、右サイド、金子拓郎、おっと荒木が足を取られた、金子拓郎の左足シュート、林弾いた、このパンチ力ありますしね、金子選手は左サイド、ここ菅がオーバーラップしてきました、低いボール、駒井へ、駒井の右足シュート、林のコースも良かったですけどね、ここはさすがの宮沢、運んで中、ドーグラス、オリベイラ、こぼれてくる、金子がかわしてシュート、倒れ込むが決まった、ただオフサイドの旗が上がっている、サイドから中央に入ってワンタッチが入ると思うんですけど、 このシーンですね、はい、あ、そうです、はい、柴崎が入れる、ヘディング、荒木、ナイスキーパー、先ほどのシーンです、いいボール入りましたし、はい、荒木選手、完璧でしたね、田中俊太、ワンタッチ入れる、金子拓郎、まだある、左菅、低いボール、ディフェンスに当たってゴールへ向かって、これをワンタッチ、よく触りましたね、もう林選手、林がそうですね、はい、さあルーカス・フェルナンデスからドーグラス・オリベイラ、まだ後ろから柴崎、藤井、藤井がどうする、右足で入れる、ドーグラス・ビエイラ、藤井選手ボールですよね、はい、これワンタッチで、クロス、さて札幌は2人選手交代、広島1人交代、その中でもう1人エゼキュエウが今呼ばれました、いや、ここもナイスカバーですね、青山選手、はい、青山です、足には入っているようには見えますよね、あ、どうですかね、ドーグラス・ビエイラ、菅野、あ、触ったんですが、ドーグラス・ビエイラ決めました、今シーズンの6点目、まあ、ボールスピードあってコース良かったですね、落ち着いてましたね、はい、いや、杉野選手読んでましたけどね、ここで長い笛、試合終了、中3日でアウェーに臨んだ、Like, Subscribe, Push Notification、Like, Subscribe、Push Notification.